こんにちは、レイセンです。今日は9月21日金曜日になります。絶食159日目ですね。午前10時、今49分ぐらい午前10時50分ぐらいですね。午前10時50分ぐらい、天気は雨です。どっかで買い出し行きたいですけどね。で、睡眠時間は今のところ6時間と10分間寝てます。尿回数すでに3回出てるところです。まあこんな感じで、今日もまあ東亜ミックスと東華ミックスでやっていく。多分果物ジュースはもうないもんで、ちょっと買い出しはどっかで行きたいってところですね。で、まあ、体にも椿オイル塗って、あと頭ですね、頭も頭頂部とつむじのところにも椿オイル塗って、あと顔にも塗る、で、頭と顔は椿オイルのスキンオイルの方ですね。椿オイルでもスキンオイルの方、体は普通の島椿ですね、塗る感じでやっていく。まあそんなとこかな。あとまあ思考の作り込みと、リラックスさせて魂の回復を図るっていうとこですね。まあその辺ぐらいですね、今日は。そしたら、絶食159日目始めていきます。東亜ミックス作っていきます。野菜1日これ1杯ですね。これを250入れて、今風呂から上がって髪乾かして、その後に島椿ですね、椿オイル体に塗った。で、足の膝の裏ですね、曲げるところ膝の裏のへこんでるところ、関節の、ここがなんか最近ちょっと痒かったもんで、で、ここにもちょっと塗った。昨日は塗らなかったんですよ。昨日は、足はまあやめとこうと思って、足はいいやと思って塗ってなかったんだけど、ちょっとね、結構痒くなってきちゃったもんで、前も時々痒くなったり、引いたり、痒くなったり、引いたり繰り返してたんだけど、結構ちょっと痒みが出てきたもんで、今日塗った。あとはまあ体は全体的に、ちょっと足らんな。あと体は全体的に、塗った。で、頭は頭頂部ですね。頭頂部とつむじのあたりと、あと顔。顔は、スキンオイル。島椿のスキンオイルですね。それで、塗ってる。まあ、そんな感じですね。まあ、塗ったところっていうか、そしたらこれ取っていきます。一応参考までにこういう神棚の榊ですね。榊で枯れやすい場合、水が腐りやすい場合ですね。そういう時はジル、なんだ、この間のエタノールのやつですね。ハンドジェル、あれをほんのちょびっと水の中に入れると水が腐らなくなるんで、これいいかもしれないですね。これですね。これ、ハンドジェル。こういうやつ。これ、先端、ちょっと押して、少し出して、指に少しつけて、水にちょこんと。水を触れるっていうのかな。このハンドジェルちょこっとつけて、指につけて、その指先を水に少し当てるっていうのかな。そうすると、腐らなくなるもんで、榊が枯れなくなるっていうか、枯れにくくなるっていうのかな。毎回榊がなんか枯れちゃって、
困るって時はそういう風にやるといいかもしれないですね。トヤミックス作っていきます。野菜1日これ1杯ですね。まあ、神棚の水はやっぱり水道水だと腐りやすいもんで、天然水入れるのが一番いいですね。あれ安い薬局とかで段ボール箱で6本2リットル6本でいくらとかで安いやつを買って、でその天然水を榊の水にするといいですね。そうすると まだちょっと腐りにくいっていうのか、うん、でさらにハンドジェルですね。ハンドジェル前、うん、ハンドジェル入れると全然違う、うん、全然違う、全然違ったっていうのかな、うん、まあ私の場合はあれで解決したもんで、あれ入れたらもう 水が腐らなくなって、榊が枯れ、榊ってか、うん、まあ、榊今あそこヒノキ刺してるけど、うん、腐らないもんで、うん、でまあ私はあれがいいかなと思うけど、やり方水を腐らせないやり方ってネットで調べたらいくらでも出てくるもんで、まあその辺で対応したらいいと思いますけどね、うん、私の場合はまあハンドジェル入れたら水が腐らなくなったもんで、であとまあ天然水で継ぎ足し継ぎ足しで、減ったら天然水継ぎ足ししていく感じでやって、今のところちょっと調子いいもんで、うん、そんなとこですね。そしたら飲んでいきます。トーヤミックス作っていきます。野菜1日これ1杯ですね。うん、時計の位置を今どうしようかなってちょっといろいろ考えてて、うん、なんかこっちの方が魚眼レンズだもん、魚眼レンズっていうかな、広角レンズだもんで、まあ端の方は歪曲するんですよね、歪むんですよね。でこういう風な置き方すると、まあ歪みが緩和されるっていうのかな、うん、中心に向かって広がるような感じ、中心に向かって広がるような感じ、こういうふうにこういうふうに広がっていくような感じで置くと、まあ、うん、こう置くとすごい歪む、まあ、カーブするんですよね、カーブするんですよね、こういうふうにカーブする、こういうふうに置いた方がカーブしないのが、中心に向かって放射状に置いた方が、まああんまり歪曲しないっていうのかな、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんだけど、ね、うん、なんか試行錯誤をちょっと考えてるところです。そしたらこれ飲んでいきます。もう一杯トーヤミックス作っていきます。カゴメの野菜1日これ1杯ですね。やっぱり時計の位置は最初の通りですね、この状態の方がいいですね、うん、じゃないとここで作業がなんかなんていうのかな、こういう紙パックを開けたりするのにこの辺が空いてるといいんですよね、うん、だからやっぱ、うん、結局こういう風にしちゃうとここで作業ができないもんで、やっぱこっちの方がいいなっていう風になった、うん、かなり微妙な際どいところですけどね、ギリギリ狙ってるんで、まあ割とどうでもいい話だけど、うん、あなんか250ですね。で、無調整豆乳を250、
こんなもんかな、うん、そしたらこれ取って飲んでいきます。トヤミックス取っていきます、うん、今ちょうど今ちょうどっていうか今あのようやく編集作業が終わったところですね、うん、でレンダリング入ったところでこれ飲んだら買い出しちょっと行ってきます。250ですね。メモリだとなんかね、260ぐらいまで入ってるように見えるんだけど、260以上か。こっちから見ると260以上。こっち側から見ると200、ちょうど260ぐらいですね。入ってるように見えるんだけど、これでちょうどいいんですよ。うん。250で、メモリ250で合わせて入れると、こっちがね、余ってきて、無調整投入が足らなくなる最後の方、後の方で。うん、でここ260でのメモリで入れるとちょうどいいんですよ。ちょうど良くなるっぽいっぽい。どうもそうみたい、うん、まあ多少のことはいいやって感じですけどね。そう問題にはならないんで、こんなんかな、うん、あと泡かな。あとちょいか。うん、こんなとこですね。そしたらあとまあ泡ちょっと入れるだけ、うん、そしたらこれ取っていきます。ちょっと一杯じゃ足らなくてもう一回作っていきます。もう一杯だけ飲んだら買い出し行ってきます。買い出し行ってきて、帰ってきたらシャワー浴びて、でその後まあ椿オイル体と頭と顔に塗るっていうとこですね。250野菜1日これ1杯250と無調整豆乳を250ですね。うん、こんなとこですね。じゃあこれ飲んでいきます。トーガミックス作っていきます。ミックスフルーツですね。ファミリーマートのミックスフルーツ、これでアップロードした動画の今確認作業まで全部終わったところですね。もうじっくじだよ。なんかでも昨日の動画割とどうでもいい話が結構ありましたね。割とどうでもいい話が結構あった。あんな体重計の矢印の向きとかどうでもいいよって感じで見とった。なんかそう気にしてる人はいないと思うけどな。あと腰もウエストのマクロ撮影、マクロ撮影やめて、まあ普通のオート撮影にするとか、オートにすると、その映像の色合いが途中で変わるとか、いろいろ変化するとか、あの辺はどうでもいいなって正直思った。あの辺はまあ入れなくてもよかったかなっていうふうに思った。やっぱネガティブなことを考えちゃうとやっぱり良くないなっていう気がするね。ああいうまあ、体重計の矢印の向きとか、ああいうのも、そういうのを気にする人がいて、なんか、要はなんかイチャモンつけるみたいな、そういう人が出てくるんじゃないかっていうような、そういうネガティブな発想思考をするもんで、ああいう説明が増えるんだよな。ね、まあ、腰回りの腰も、腰もその
まあ普通のオート撮影に変えるっていう、マクロをやめてオート撮影に変えるっていうのも、それによってやっぱりそのメジャーの数字がぼやけるもんで、ぼやけることによってそのなんか、そういうことでなんか言ってくる人がいるかもしれないっていうようなネガティブな発想するもんで、いかんのだよな。ああいう説明が出てきちゃうっていう、うん。オート撮影にしてもそうですね。オート撮影の色合いにしてもそうだけど、やっぱネガティブな発想すると、そういうなんか、いらん説明が増えるっていうのかな。うん、あかんですね、ああいうのは。なんか聞いてて疲れちゃうっていうか、その辺の説明はいらないかなと思った。うん、なんか見てて疲れちゃうっていうのかな。そこはもういいよみたいな感じに自分で見ていながら思ったっていうのかな、うん、そしたらこれ飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。同じミックスフルーツですね。もうすぐ飲んじゃったんで、うん、あミックスやっぱりうまいですね。うん、ミックスをとりあえず4本かな ?4 本買ってきた。で、リンゴとオレンジですね。アップルとオレンジを1本ずつ。で、計6本ですね。買い出しで買ってきた。あと、無調整豆乳も6本。6パック買ってきたところですね。うん、よし。さあ、飲んでいきます。もう一杯。もう一杯取ってきます。もういい。今日は飲む日にした。飲む日にした。もういい。今日は、取りたいだけ取ろうと思うんで。まあ、いつも取りたいだけ取ってますけど、うん。今日はちょっと多め飲んじゃってもいいやって思った。うん、それよりも、まあ、ちょっとゆっくりしたい。ゆっくり、心を休めたいっていうのかな。休ませたいっていうのかな。うん、うん、あちょうどかな、あ微妙になんか足らんけど、まあいいや、ちょうどってことで、うん、かちょっと入れとくか。こんなとこですね。そしたらこれ飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。ファミリーマートのミックスを250ですね。まあいいとこでしょう。で、無調整豆乳を250ですね。うん、なんか最近スカイフォードプリンセスやる時間が多くなってる。うん、ストラテジーってあんま経験ないんだけど、結構流れが分かると面白いですね。ストラテジー2回目かな、2作目ですね。前にもなんかでやったことあったけど、複雑っていうか、なんかよく分かんなくってやめちゃったんですよね。今回のスカイフォートプリンセスはなんか分かりやすい、うん、結構シンプルで分かりやすいもんで続いてるってとこですね。そしたらこれ取っていきます。おはようございます。今ね、午前9時ぐらい、9時ちょっと前ぐらいですね。どうも途中でインターバル録画の、まあ、撮影をしている、まあ、撮影の状態
のまま、途中で電池が切れちゃったみたいで、バッテリーが切れちゃったみたいで、8時15分ぐらいかな、15分以降かな、以降がちょっとね取れてないんですが、残ってない、インターバルには入ってない、うん、入ってないんだけど、まあ大体いいとこまでは撮影できてたもんで、まあそれはそれでいいかなと思ってます。そしたら体重測定の方やっていきます。増えてますね。量は同じ5000なんだけどな。で5000だな。やっぱり量にはよらないってことですかね。ウエスト測っていきます。正面と側面。と背中、66.5 ってとこですかね。あんまり近づくとぼやけるんで、まあ、この辺で 66.5 ですね。血圧測っていきます。107-73です。今日の結果報告です。今日は、天気が雨でした。で夜から曇りに変わっています。睡眠時間は6時間と10分ほどですね。深夜0時から1時10分までの1時間と10分間プラス、午前1時半から6時半までの5時間、合わせて6時間と10分間寝てます。で、ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしってところです。で、飲んだものは野菜ジュースが 1500ml、豆乳の方が 2500ml、で、果物ジュースの方が 1000ml ですね。合わせて合計で 5000ml。なんで、取った量は昨日と変わらないんだけど、野菜ジュースが昨日より多いですね。昨日が200なんだけど、今日は1500。なんで1300多い。で、果物ジュースが昨日は2650なんだけど、今日は1000ml なんで1650少ないですね。まあ、豆乳も若干多いけど、まあ大体こんなもんでしょう。で、尿回数は12回出ています。濃さの方はかなり薄いものから、まあ普通に薄い。あと完全無色っていうぐらいですね。で、量の方は少し多め。あとまあ平均的な量っていうところです。大体まあ量は安定してて、まあ8秒前後ぐらいですね。大体8秒ぐらい出る。ちょろちょろちょろっと。そういうのがもうほとんどでしたね。大体安定してた。たまには10秒とか10秒ちょい行くやつもあったってとこです。で、大便はなしですね。今日は0回です。で、おならは日中わずかにあったですね。匂いは、日中匂いはいまいちちょっとわからなかった。匂いはわからなかった。夜、ただね、少しちょっと多い時がありました。で、匂いは少ない。少ないんだけど、一応まあ感じられるっていうのかな。一応匂いはある。あるけど、まあ少ないってとこです。夜、おならはちょっとやっぱり多めに出る傾向があるですね。で今日は無調整豆乳で夕方ぐらいまでずっと取ってたんで、まあ、この辺がじわじわ効いてくるのかなっていう気がする。じわじわ効いてきて今おならが臭くなくなっていくのかな、やっぱまあすぐにはコロッと変わることはないのかかもしれない。匂いが少ないっていうところは、かもしれないし、今日は午後8時45分からあとまあ午後11時までですね、ずっとミックス取ってたもんで、このミックスの影響かもしれないですね。単純に日中おならはわずかにあったけど匂いが分からなかったっていう時は、まあね、野菜ジュース取ってたもんで腸の調子が良くて、でおならはあんまり出なかった。で夜はミックスの
ミックスフルーツですね。ミックスフルーツで割った糖化ミックス取ってたもんで、で、まあ、ちょっと匂いが少し出たっていう可能性もありますね。そっちの方が、まあ、可能性は高いかな。そっちの方かもしれない。うん、っていうところです。今日の気づきですね。今日は、椿油は、まあ、椿油、結構匂いがするんですけど、天ぷら油の匂いですね。あれ、でも、結構つけて伸ばすと、匂いがだんだんしなくなってくるっていうのかな。気にならなくなってくる。わからなくなってくる。ほとんどしなくなるもんで、で、最初はもう、天ぷら油の匂いをなんとかしようと思って、香水を混ぜ込もうかなと思ったんだけど、まあ、香水いらないかな。正直思ってます。うん。香水いらない、そこまで必要ないっていうのかな。天ぷらの匂いがずっと体に染みついた状態っていうのかな。ずっとここから出てる状態で、ちょっとこれはさすがにまずいぞっていう風に、にゃって言っちゃった。まずいぞっていうような状態なら、ちょっと香水入れてわからなくするとか、そういうのも必要になってくるけど、割とね、塗ると、薄く塗って伸ばすと、気にならなくなるっていうか分からなくなる。匂いは消えるって言っていいのかな。うん、実用に、まあ実際に使う分で支障はないぐらいにはなるっていうのかな。うん、だもんでこれはこれでそのままでいいと思う。うん、うん、まあね、他人、自分じゃ気づ、匂いって自分では分からないもんで、他の人が近くに来たら匂いがわかるかもしれないですね。もしかしたら。うん。まあ、それは別個で香水をつけて、普通に香水ちょっとつけて対応すればいいだけなんで、わざわざあそこの油の中に入れる、混ぜ込む必要はないかなっていう感じですね。香水は香水としてまあ使えばいいっていう。で、普段、まあ、自分が塗る分には、常にその天ぷら油の匂いが、鼻に来るわけじゃないもんで、うん。だから、自分自身は支障がないっていうのかな。で、他の人が匂いを、もしかしたら、天ぷら油の匂いを感じるかもしれないもんで、それは、ま、普通に香水をどっかにつけるとかで対応すればいい。だから、わざわざ、椿油の中に香水を混ぜ込む必要性はないっていうことですね。まあないと思ったもんで。まあだからそれはやらなくてもいいかなってところです。うん、で、戦争ゲームしてたらちょっと気持ち悪くなったっていうのがありました。戦争ゲームですね。なんだっけ、スカイフォートプリンセス。スカイフォートプリンセス。スカプリっていう。あれやってたら、昨日ね、割と戦争状態になってて、で、まあ、うん、その戦争状態を経験してたら、まあ、やってたら、ゲームやってたら、気持ち悪くなった。やっぱ、ああいう、なんか、悶着するようなのは、あかんですね。戦争ゲーム、うん。まああれは、スカイフォートプリンセスはなんかその、例えば人間を剣で切って血がで吹き出たりとか、そういうグロテスクなものではないもんで、まだマシなのかもしれないけど、やっぱり人の心がこう、争うっていうのかな、悶着するっていう、そういうところに気持ち悪さを感じたっていうのかな。うん、やっぱ戦争っていうか、ああいう争い事はダメだね。ダメだね。気持ち悪くなっちゃう。うん、プレステ4とか、私持ってないんだけど、プレステ4とか持ってないんだけど、ゲーム機自体は古い DS しか持ってないもんで、うん、プレステ4とか持ってないんだけど、プレステ4のソフトとかって割とグロテスクなものがありますよね。前にね、一時期プレステ4買おうかなとか思ったことがあって、ゲーム、ああいうゲームや、あんまり、プレステ4の最新の、うん、すごくその映像が綺麗なゲームってあんまやったことないもんで、ちょっとやってみようかなっていうふうに思ったことがあって、
でそのショップに行ったんですよ。ゲームソフト売ってるショップに行って、まあ、最近出てるゲームとか見るんだけど、なんかねグロテスクなものが多い、異常に多い。あの戦争をするとか剣とかであの人を殺し合うとか殺すとか好き放題、まあ、できるやつとかもあるね。なんかねグロテスクなものが多い、やたらとその血が吹き出るようなものが多いってのかな。なんかソフトの裏面に説明があるからそう読むんだけど、もう読んでるだけで気持ち悪くなっちゃうね。最近のゲームは、なんで何これってぐらいね。やっぱ戦争ものが多い、戦争ものとか争いものってのかな、そういうのが多いね。で RPG とかも大体そのモンスターを戦って倒すんだけど、あれもね最初ね、まあ慣れるんだけど最初はね気持ち悪くなっちゃう。モンスターはやっぱね殺すっていうねその動作がねあかんね、気持ち悪くなっちゃう。でミニワールドっていうマインクラフトみたいなやつですね、ブロックアートゲームっていうのかな、ああいうの、あれでその家畜を育てることができるんですよ。豚とか牛とかあとあの鶏とか、育てたねあの家畜を殺す必要があるんですよね。まあやり方は様々なんだけど、あのゲームをクリアしようと思ったら、そういうアイテムですね、回復アイテム、効果の高い回復アイテムを作ろうと思ったら家畜を育てて家畜を殺す必要があるんですよ。で殺してそっからあの得た肉とか皮とかそういうものであのアイテムを作るっていうのかな、そういうものからしか作れないアイテムがあって、で殺す必要があるんだけど、最初やっぱり全然そういうのを進めてなくて殺すっていうことを、でまああのゲーム進行させていく上でどうしても必要になってきたもんでバッサバッサ殺したんですよ。あのゲームの中だけど家畜を鶏とか豚とか牛とか育てた家畜をバッサバッサ殺したんですよ、アイテム取るために。そしたら気持ち悪くなった、あかんねあれ。すっごく気持ち悪くなったね。ゲームの中のキャラクターであってもやっぱね殺すっていうのはダメだね、ゲームの中であってもダメだね、気持ち悪くなっちゃう、受け付けない、心が受け付けないっていうのかな、まあそれでミニワールドはもうやめちゃったけど、なんかねダメだね、なかなかね、ああいうのなかなかってか私にはダメっていうのかな、私の心だとああいうのはちょっとあかんね、気持ち悪くなる。まあそんな感じで昨日も戦争ゲームやってたらちょっと気持ち悪くなっちゃったっていうのがあったってとこですね。これがもしかするとその絶食の影響かもしれないってとこですね。普通にその食事固形物、普通の食事、肉とか魚とかああいうのを食べてる状態だとそういうのが分からない、鈍感になるのかもしれない、あんまり気持ち悪くならないっていうのかな、むしろそういう抗戦的になって ああいうそのプレステ4とかの最近の戦争ゲーム、ゾンビとか あるいはあの人とか敵とかモンスターでも、あとあのありますよね、ドラゴンみたいな、なんだっけ忘れちゃった、なんか狩りをするとかいうゲームありますよね、ああいうのも血が出るよ、血が出ますよね、血が吹き出す剣でやると、やったことないけどね、まあモンスターハンターだったかなんかそんなような名前のゲームありますよね、人気のやつ、ああいうのはダメだね、ああいうのがやれるのはやれる人っていうのはやっぱり肉とか魚食べてる人じゃないかな、肉とか魚が好きな人、そういう人はああいうゲームがやれてやっぱ血が噴き出すのが
大丈夫になってるんじゃないかな、そういう心になっちゃってるんじゃないかなと思った。別にそれがあのいいとか悪いとかじゃなくて、あのやっぱ飲食物食べてるものによってその心の状態って変わっていくと思うんですよね。変わっていくっていう実感があるっていうのかな、うん、だから肉や魚食べてるとそういうちょっと争い事とか血が吹き出たりとかそういうものが平気になる、もしくはそういうのを求めるようになるっていうのかな、うん、ま、悪く言えば野蛮になっていくっていうのかな、うん、で絶食するとあの逆にそういうのが受け付けなくなるっていうのかな、気持ち悪くなっちゃう、うん、心が受け付けなくなるっていうのかな。これをあの、まあ、純粋になるっていう言い方をしていいかもしれないですね。いいかもしれない。じゃ あの肉や魚食べてる人は純粋じゃないのかっていうと分かんないけど分かんないけど、うん、でまあそういうあのゾンビとか人とかモンスターとかをこ切って殺してっていうのに、まあ、喜びを感じるっていうのか、そういうのが好きになるっていうのはじゃあ純粋じゃないのかって言われれば、うん、まあそれもある意味純粋だろうとは思うけど、純粋っていうそのベクトルが違うっていうのかな、うん、そういうその争いとかやっぱ殺すとか、うん、そういうのが嫌になる純粋性っていうのかな、うん、やっぱりもう、うん、やっぱりあの平和っていう方面を望む純粋性っていうのかな、うん、優しさとか、うん、優しさとか平和とか温かさとか、うん、そういう方を求める純粋性っていうのかな。か食べるものによって違ってくる可能性があるんだけど、この辺はまあ私の過去の実感としてですけど、でも肉とか魚食べてた時にそんななんか戦争ものがやりたいって思ったことはないんで、その人のやっぱりその元々持ってる性質が大きいのかもしれないですね。うん、まあそこが大きいのかもしれない。ただあの、そういう RPG とかでモンスターを倒しても昔はあんまり何とも思わなかったっていうか、そんな気持ち悪くならなかったんですよね。昔 RPG のゲームやってた頃は、うん、なんだけど絶食やるようになってからもうね本当に気持ち悪さが出るようになったっていうのかな、うん、気持ち悪さが出るようになった、うん、RPG で普通にモンスター倒すだけなのに、モンスター倒してる MMORPG とかでモンスター倒してると気持ち悪くなる。まあ、MMO の RPG は昔はやったことないからそれでかもしれないですけどね。普通にあのドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかああいうゲームだったからそれでよかったのかもしれないけど、 MMO とかああいうそのマインクラフトのようなああいうゲームとか、あとはやっぱちょっとジャンルが違うし、うん、形が違うからそれでよかったのかもしれないけど、まあそんな感じです。一応、うん、ゲームであっても殺すっていう動作は気持ち悪くなる。これがもしかしたらあの絶食のまあ影響効果なのかもしれないですね。あとまあ肌が少しちょっと良くなってる感じがある。やっぱこれあの椿油つけてることによる、うん、効果で間違いないと思う。やっぱねちょっとねあれなんかちょっといいかもって思える感じがあるっていうのかな、少し。張りがあるっていうのかな、やっぱり少しなんか張りがあるっていうかツヤっていうか、うん、キメかな、キメが若干っていうか少し、うん、良くなってると思える感じ。あとはなんか肌ツヤっていうのかな、肌色合いっていうのかな、うん、なんかいいじゃんこれっていう、うん、感じがする。ちょっとなんかねあの若い状態っていうのかな、肌が若い状態な感じがするっていうのかな、この手のこういうわかん映像じゃわかんない、うん、そんな感じがする、そんな感じがし、うん、まあしてるってとこかな、うん、まあそんなところです。で、まあ今日の気づきはそんな感じでした。
で、今日の計測時間は午前9時ぐらいですね。で、体重の方は 57.65kg、プラス 0.4kg の増加です。で、BMI は 18.2、プラス 0.1 の増加。体脂肪率は 10.0% で、プラス 0.5% の増加です。なんで今日 0.4kg 増えて 0.5% 体脂肪率も増えてる。うん。まあ、上昇傾向にある感じですね。これが、まあ、飲食物の可能性だとするのであれば野菜ジュースが怪しい。やっぱ昨日は果物ジュースが多くって野菜ジュースが少なかった。今日は野菜ジュースが多くって果物ジュースが少ないんで。で、果物ジュースは、やっぱり体重体脂肪率落としていくのは間違いないもんで、まあ、その辺の関係影響がある可能性はある。うん、その辺の影響かもしれない。合計が5000っていうのは昨日と変わらないけれども、取ってるものが違うもんで、野菜ジュースが多いっていう点において、取ってるものが違うもんで、その辺の、まあ、影響を受けた可能性はある。うん。あと、まあ、まだちょっと健康、本当に健康な状態っていうところに、うん、まだたどり着いてないもんで、もうちょっと増やした方がいいよっていうことなのかもしれない。ですね。まあ、この辺はちょっとわかんない。思考の影響なのか、飲み物の、野菜ジュースの影響なのかはちょっとわからないけれども。今日は 0.4kg。体重増えて体脂肪率 0.5% 増加しています。で、血圧の方は107-73。まあ、最近のところに入ってるでしょう。で、ウエスト 66.5cm ですね。変化なしですね。昨日から変化なし。うん。まあ、そんなところですね。うん。やっぱり絶食は精神を変えるか、まあ、可能性があるよ。可能性があるというか変えると見て間違いないよ。間違いないと思う。まあ、経験した限りでは、明らかに違う、心は違う、変わっていく。こんなに変わるんだっていうぐらい変わっていくもんで。うん、ただ変わると、そういう殺伐としたものはちょっと受け付けなくなるよっていうのかな。うん、そんな感じですね。うん、まあ、そんなところです。絶食159日目完了です。それではまた明日。